ウィリー・チャールズ・カークランドは、アメリカ合衆国アラバマ州、シェルビー郡出身の元プロ野球選手。サウスウエスト高校卒業後の1953年に、ニューヨーク・ジャイアンツと契約し、球団がサンフランシスコに移転した1958年に、メジャー初昇格。ウィリー・メイズ、ウィリー・マッコビーと共にクリーンアップを打った。1961年に移籍したインディアンス時代と、合わせ、 1959年から1962年まで4年連続20本類打以上をマークした。その後はオリオールズセネタースを経て、1968年春季キャンプ中の2月5日に阪神タイガースへ入団。同年に37本類打を放つと主軸打者に定着。2年目の1969年も26本類打を放ったが、 三振が133個を数えて、当時の日本記録となる。1970年に就任した村山実選手権任監督からは、トレード要因と露骨に名指しされたが、ファンからは人気を集めた。特に退居人選になると活躍し、1969年には外国人史上初の1イニングに本類が、1970年には1試合、3本類がを記録した。 1973年11月8日に、阪神を退団しそのまま引退した。その後は、デトロイトに移住し、ゼネラルモーターズに、車両の整備員として就職。野手での6年の在籍は、ランディバース、マット・マートンと並び最長の在籍である。いつも、爪楊枝を加えて、プレーをする姿が、小柄しモンジローに似ていることから、モンジローというニックネームが付けられた。 これはもともとリラックスのためガムを噛みながらプレーしていたが、クロスプレーにより前歯を折ってしまい、義式を入れたところガムがくっつくようになってしまったため、なお口を傷つけないよう、爪楊枝は尖った型ではなく、柄の部分を噛みつぶしていた。日本での最後の打席は、1973年10月22日の大巨人最終戦、9回裏西から半身最後の打者となり、 高橋十三に参振し、この直後、阪神の惨敗と唯一に起こった監修がボートと、かして、グラウンドに乱入した。掛布正幸の前に、阪神で、背番号31をつけていた選手でもある。消えたプロ野球選手、あれからの人生輝きは、一瞬だったかもしれない。しかし、確かにあの時、輝いたのだ、講段社官、宇佐美哲也著。 日本プロ野球記録体感410ページ。ありがとうございます。